い、本日はですね、はい、毎年毎年このぐらいの時期になると、うん、その流行語大賞ってやってるじゃないですか。ああ、はいはい、今年流行ったね。そうそうそう、うん、言葉ノミネートされてみたいな、はいはいはい、でその今年もねやっぱりいろんな言葉が流行語大賞出て、うん、でまあ放送今日は12月2日ですか、昨日がね、はい、ちょうど、あ、1日が確か発表で、ね、そうですね、だから流行語大賞発表されたと思うんですけども、うん、今日はですね、その先生と僕が それぞれその世間ではなくて自分なりにその流行った流行語だった言葉、今年1年何だったかなっていうのをちょっとお話ししていきたいなと思うんですけど。なるほど。まあじゃあ何にもみんな知らないよね、多分ね。まあ、本当にうちはというか、俺たち周辺だけでそれぞれに流行った言葉を言おう。そうでいいんですよね。そうでいいんですよね。聞いてる人とか見てる人はなんだそれっていうのでも全然いいんだよね。そうなってしまいますからね。わかりました、はい、私ね、今年ねよく使ってた言葉、ね、もう1週間待ってください、今やってます、すいませんの3つ。いや違う、これはもう全然そのいろんな仕事を依頼された時の先生のその言葉じゃないですか。それだけど本当に一番使ったのはそうかもしれない。これ今年だけじゃなくていつも言ってます。ああ、今年だけじゃない、もう万年ね。ね、で今年、うん、なんとなくマイブームだったのはですね、何の意味もないんですが、うん、なんかバリ島、うん、インドネシアのバリ島、行ったことすらないんですが、なんとなく憧れてですね、はい、なんとなくバリ島ってよく言ってたような記憶があります。行く予定はあるんですか？何にもないです。ただいいな、あそこって暮らしやすそうだなとかね、ただそれだけのことなんで。ああ、じゃあでも本当実際に言葉にして、まあ、いろんなところでなんとなくバリ島言ってたんですよ。ああ、なるほどね。じゃあでもいずれね遊びに行くというか、行きたいですけどもね。ほら、だから見てる人が何のこっちゃって顔してるでしょ。いやでも、うん、やっぱり結局こういうことだと思うんですよね、はい、流行語大賞って。だって毎年なんかその聞いたことない言葉だとか、うん、自分言ったことない言葉とかね、生活してて聞いたことない言葉とかがノミネートされたりするじゃないですか。そう今年もね、なんかそのほら事前に30個ぐらい絞ってあったけども、うん、これは流行語とは言わないだろうって、ただのその社会現象だったりとかね、うん、これ聞いたこともねえぞってのが結構入ってるんですよ、ね、そう毎年あるからね、それ、うん、実際にやっぱり言葉にしたりとかよく聞いたっていう言葉が本当の流行語だですよね、うん、本当はそうだと思うんだけども。で、長谷川さん今年は僕、うん、個人的には僕が今年の流行語は、はい、そのロなんですよね。何をロそれお国はどこですか？日本です。国籍はどこですか？日本です。ロ、はい、ひらがなのロ、ラリルレロのロ、はい、ロっていうのが僕の流行りだったんですけどこれね、説明聞かないとね、本当何のこっちゃだと思うんですけど、うん、聞いてください、はい、後輩とかと LINE でやり取りしてる時に、はい、その後輩でヤダンっていうトリオのロングサイド伊藤っていう名前の人間がいるんですよ、はい、芸名ですけどね、はい、そのロングサイド伊藤に対して僕がその冗談でですよ、そのロングサイド伊藤って名前呼ぶのに長いからちょっともうめんどくさいからロって呼ぶわこれからもうめんどくさいから最初のロを取って、はい、ロって呼ぶわって言ってまあふざけてというかロ昨日さとかってやってたんですよ、うん、そしたら今度そのロングサイド伊藤がじゃあ僕の名前も長谷川雅紀も長いからハッて呼ぶわって言ってロさ昨日何だったの、ハさ昨日何だったのみたいな、そのロとハの言い合いがちょっと流行ったんですよね、うん、なるほどそれ2人の間だけじゃなくて他の人たちも巻き込んで、いやこの僕ら2人だけですのみですで、だから最初は LINE でやり取りしてたんですけど、実際にそのね実際に会った時、うん、現場というかライブとかで会った時にあ、ロー、何昨日何やったのとか向こうも、はさ、あれどうなったのみたいな周りにしてみたら何を言ってるか分かんないですよね。なるほどね。これが流行語。さっきだからね、この説明の前に長谷川さんが、はい、ちゃんと説明しないと分かんないと思うんですけどって言ったじゃない、はい、説明されても分かんねえ。いやもう何のこっちゃですよ。まあまあでもそんなもんよね。まあそうなんですよね。そう、流行り言葉っていうのは別に意味なく、そう自分たちの周りで通用してればいいんだから。はい、そうだよ。だから、ロとバリ島です。何のこっちゃって。これで今年が終わっていくと。そうですね、我々の流行語大賞、はい、これでございましたね。はい、はい、また明日もいてください。